はい、えー、IR、カジノ関係のお話ですけども、まあ私が参加しているね、カジノ利権の話、これ1月に私もスタートしますよってことをね、動画で限定公開だったんですけどね、お話ししてですね、えー、今に至るんですけども、まあこれね、簡単に言うとですね、10万円が毎月15万円に増えるよ っていう話なんですよ。これなんで増えるかっていうと、カジノをやってる人から少しずつね、手数料をいただいてるって形なんですけども、うん今のところ順調にいってるんですよね。これが今5ヶ月経つんですけども、えっ、ー、と、だいたい9万円ぐらいが、あこんな時代ですけどね、フリーハンドで手に入りまして、で、今月は6万6500円がまあ、フリーハンドで手に入るかなっていうところなんですよね。 うーんとまだ今月はね、えー、生産日25日を迎えてないんでまだまだ伸びそうなんですけどもうんこういうふうな形でねこういう時代なのにうん、まあ、カジノをしてる人いるんですねでそこから手数料がコンスタントにいただけるのはありがたいなというところでございますまあ今日もね何もせずにカジノをやってくれる人がいればこうやってねお金が入ってくるなっていうのが。 まあ少しですすねあありりががたいいなっていうのがありますざっくり言うと月に5万円入ってくるんですけどもこのカジノ利権は私は9個持ってますんで、まあ、45万円ぐらいが毎月毎月入金されるのかなと思いますけども9個持ってるうちの2つしか稼働してませんのでね7つは今まだ休んでる状態なんでそろそろこの残りの7つもね稼働させて毎月45万のうん、まあ、この言葉をね言っていいのかどうかあれですけども毎月45万の不労所得が。 いきなりなくなるかもしれませんけどねこういうのは水物ですからあんまり当てにしないようにしておきたいと思いますけども今のところは毎月現金をね私のところに運んでくれるんでありがたいなと思ってますうんまあこれからね都市の封鎖も解除されて徐々に経済活動が再開されると思いますので、まあ、このね毎月最低5万円は儲かるよって言われてる状態のところが今毎月ね3万円ぐらいに抑えられてるんですけども、まあ、これがね まあ増えるんじゃないかなと思いますよね。だいたいモデルケースでは5万円から12万円の間だというふうな形だったんでね。これなかなか美味しいなというところでございます。まあ今日はね、一般公開動画でお送りしましたけども、新しく勧誘をするためにあなたもやりませんかって話じゃありません。もうすでにこれ1月で締め切ってるんで、どなたも新規参入できませんということでございます。申し訳ありませんけどね。またなんかね、あのー、美味しい情報がありましたら動画の方で公開しますけども、うん、ご判断はね、 一一人一人それぞれされぞささてください私もね、不確定要素がある中で参加して、こうやって数か月やってみてね、5か月ぐらいやってみて、もしくはものによって1年ぐらいやってみて、実績が出てからあ詳細をお話しするって形なんで、お話ししないうちにね、消えていったものってのこれ山ほどありますんでね、<laughs> まあ本当にね、あの情報の精査っていうのは、裏付けをどこまでとっても当てにならないということはね、肝に銘じておくべきかなと私は思っております。それでは本日は以上です。